はい、よろしくお願いします。今日でございます。というわけで皆さん、今日は題名にもある通りチャンスボール、ドチャンスボールのボレーを決めるコツという感じでご紹介していこうと思います。はい、もう本当にこうドチャンスボールなのにこうミスってしまう僕もよくやるんですけど、チャンスがピンチになるという感じですけど、今日のポイントとしては、振っちゃダメですよ。振っちゃダメなんですけど、練習の中でちょっとこう振り回してみましょうと、はい、チャンスボールの特にまあフォアになりますけど、チャンスボール、まあ、バックも同じような感じだと思います、はい、こうちょっと振ってみようと、振ってパチンとこう決めてみよう。でその時のフィーリングですよね、手首をしならせるフィーリングっていうのが結局、ボレーを決めるのにはものすごくこう役に立ちます、はい、結果試合の中とかね、練習の中であまりにも振りすぎるとこれは注意されると思うし、エラーも当然増えてくると思います、はい、そうではなくて、その振り回したスイングの中に、うまく、ミートしてボールに勢いをつける方法がありますので、それをね最後に紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、で、まあ、なぜこのチャンスドチャンスボールですよね、ボレーが難しいかというと、やっぱりボールがね飛んでこないからなんですね。これが一番です、はい、緩い打ちやすい、はい、ではなくて緩い、飛んでこない、どうするみたいな感じのところですね、はい、緩いと飛んでこないんです。飛んでこないからこっちから圧をかけていかないとうまくいかないし、飛んでこないから打点が落ちやすいというところになります。ですからまず一番最初に大事になるのは、とにかく一歩でもね足を前に出していくことです、はい、一歩でも足を前に出してネットに近づくこと。特に大事なのは軸足、分かりやすく言うと後ろ足になります。右利きの方のフォアボレーだったら右足ですね。最後踏み込むのは左足なんですけど、左足だけで行ってしまうと、これ大概ネットすると思います、はい、自分は後ろ足の上に立っているというイメージで持ってボールに入っていく、これがものすごく大事です。ですからバックボレーの場合は左足をしっかりと前に運ぶ必要があるし、フォアボレーだったら右足をもう本当に10センチでも20センチでもいいです、はい、できたら50センチ1メーターの方がいいんですけど、少しでもこう前に入れていくというところですね。後ろ足、軸足を前に入れるんだっていう意識をまずは大事に持っているといいと思います。はい、続いて同じような内容なんですけど、とにかく、10センチでも20センチでも高い場所で取るっていうところですね。これもものすごく大事です。ついつい、ボレー、頑張って練習してるとミドルボレーとかローボレー系の練習が多くなるので、上体が立たなくなってくるんですね、はい、どうしてもこうちょっと上体がこう前傾姿勢のままボレーを練習してしまう、なんかこう低いところを来い低いところを来いみたいな感じになってしまうんですけど、やっぱりこう上体がしっかり起きて背筋がしっかり伸びた状態でボレーをしていかないと高い打点でこう取れません、高い打点が取れないし、上体が倒れていると高い打点にラケットを出すと下向いてしまいますので、そのままネットしてしまうということにもなりますので、とにかく、上半身をしっかり起こしておいて高いところで取るというところですね、これものすごく大事にしてもらいたいと思います。はい、で3つ目です。3つ目、やっぱりこう手首のしなりを使っていくということで、まずはこう振り回していく、練習の中で、ね、こうラケットを振ってみてください。振ると、最後インパクトの直前でグリップから出てきてラケットヘッドが遅れて出てくる感覚っていうのがね、出てくると思います。この感覚が、高いところでもパンチ力を生み出す、また自分が走りながらでもパンチ力を生み出していくポイントになります、まあ、手首のしなり、ラケットのしなりなんて言いますけれども、ここがねものすごく大事で、これはちょっとこう振り回してみると手首とかラケットの感覚っていうのが分かると思います。でポイントはこの振り回すような感覚がありながら、最後インパクトの時はラケット面がちょっと上を向いている形ですよね、はい、高い打点で振っていくのでグリップよりもラケットヘッドが後ろに倒れている状態です。この状態で、インパクトをしてあげるような意識があると振り回してもね、ボールはしっかり入ってきます。もちろんその後にラケットヘッドを前に倒しすぎると良くないですよ、はい、振り回して手首のしなりっていうのを体に覚え込ませた後、実際に取りに行って、振り回して打ちに行くんですけれども、グリップよりもラケットヘッドが後ろに倒れた状態でインパクトをして、できるだけその形をねこう保つようなイメージにしてください。まあ、若干はラケットヘッドが前、勢いで行き過ぎるのはしょうがないと思いますけれども、意識的に倒さないということですね、はい、グリップよりもラケットヘッドが後ろに倒れている状態でインパクト、その状態でボール弾け飛びますから、あとはその面を残すように力強くスイングをしてあげると、高いところのボレーでしっかりこうパンチが効くと思います。ただ
このしなりの動きだけっていうのを最初覚えようとすると結構難しいので、少しこう振ってみると、スイングをするような、やっちゃダメですよっていうようなこうかぶせるようなボレーをね、少しだけやってみるといいと思います。慣れたら素振りでいいと思いますと、グリップの方から出てきて最後ヘッドがちょっと遅れて出てくるような感覚っていうのがね、体でわかります。でその感覚はボールをパンチするために必要なので使っていきましょう。ちょっとテイクバックを取ってビュッとこうグリップの方からラケットを出していく感覚、それでグリップとラケットがぶつかります。ぶつかった後かぶせると良くないので、面を保つような手のひらをそのまま残すような感じの使い方を覚えるとチャンスボールね、バシンと決めれるようになります。はい、結構上級者のコートとかで決めてる人ってそういう使い方してないでしょうか。はい、まあ、できるだけ高く取るとか前詰めるというのは当然必要なんですけど、スイングワークの中でやっぱパンチして決めるのうまいなっていう方は、ちょっと手首が後ろに倒れてこう起き上がってくるそのパンチ力っていうのをうまく使ってます。はい、そのを体感で学ぶために、ちょっと振ってみましょう。はい、ちょっと振ってみて、ただ、ラケットが行き過ぎないところでこう実際はこう止めてあげると、とパチンとこうボールだけが、弾き飛んでいくような、感覚になります。はい、その感覚が身につくと、相手のボールが飛んでこなくてもある程度自分から勢いを与えられるようになります。はい、すると今までよりも10センチぐらいちょっとこう詰めるのが遅れても、はい、打点が20センチぐらい落ちても、しっかり決めれるようになりますし、余裕ができます。心の中に余裕ができるので、余裕ができると逆に、より足が前に出るようになったりとか、変な話ね、すると思いますので、このスイングワークですね、グリップの方がラケットヘッドよりも、ちょっと先に出てきて、しなるイメージ。で、それを、実際にこうインパクトをして、はい、グリップの方がラケットよりも前にある状態、ラケットが立った状態でちょっと後ろに倒れているような状態ですね。その状態で、パンチをしてインパクトをすると、はい、ここを大事にするといいと思います。はい、以上のような感じで、まずは前に行く高いラテンで取る、まあ、これはものすごく基本だと思います。で、その時に軸足の上に自分がいるような感じにしましょうというところですね。あとは背筋をしっかり伸ばしておきましょう。前傾になりすぎないようにしましょうというところです。最後は、手首のしなりをやっぱり覚えた方が良くて、それを覚えるためにはちょっとこうスイングをしてみる、振ってみる、はい、ラケットヘッドが遅れて出てくるような感覚を身につける、はい、で遅れて出てくるんだけど面はかぶせちゃダメなんですね。やっぱりこうボレーをして振ってますよって言われる方はラケット面がね残ってないケースがほとんどなんです。はい、でテニスコーチも、みんな振ってると思うんですよ。スイングはしてるんですね、ボレーで。やっぱり全くラケットが動かないとボールは飛ばないので、振ると思います。はい、ただ、そういう風にやっていながら、ボレーをチェックするときにやっぱり、振ってるように見える方と振ってるように見えない方がいると。これどこに違いがあるかっていうと、ラケットの面の向きがインパクト前後で大きく変わってるかどうかです。はい、大きく変わっていなければ、ものすごくいいスイングです。はい、理想的なスイングです。ただ、ちゃんと面が出てたのに打ち終わったらカクンと真下向いてるとか、こういう感じになってしまうとやっぱりちょっと振ってますよみたいな感じで言いたくなります。はい、で実際、ミスはね、多くなってくると思いますので、後ろにしなったラケットがちょっと戻ってきてインパクト上向きの面、ちょっと上向いてる面でインパクトしました、そのまま残してあげましょう。はい、それができるとドチャンスボールの緩いボールにもパンチ力を与えることができるようになります。そうなると恐怖心なくドチャンスボール決めれるようになると思いますので、ぜひコートで頑張ってみてください。